ミニーがスキルマンになりました。じゃあミニーから使いますか、とりあえずスキルマン。はい、ということで、とりあえず補正値とか発動数はもう確定してるんか。モロタデクド。登録ありがとうございます。もう一個この辺で、スターミニーのこれはスキル6っすね。スキル6で発動数は20、消去数と補正値をちょっと確認しようかなと思います。一旦性能確認です。ちょっとダイツもいらん。さあ、消去前が67コインでスキル発動します。あ、意外と35消去するんや。35消去325、通常コインが35だと258なんで補正なしっす。補正はなし。消費数がまあ35という感じですね。はい、っていう感じです。 OK、 じゃあスキルマ頑張りますか。稼げるかな。発動ってやっぱ重いよな。20だもんな。ちょっと重すぎん、さすがに。これボムあると消去数下がっちゃうしさ、なんか悪循環だよね、正直。モロタデクド。トルカ、ありがとうございます。はい、23。25。まあ、ああやって早く消すよりかは、あれなんかな。ちゃんとゆっくり丁寧に消していった方がいいんかな。ボムで消去数消えるのが、ほんと残念だよな。ボムをさ、この性能だったら3つぐらい生成して、それを変化するっていう感じじゃないと、ちょっときついよね、これ。正直。でも6000枚ぐらいはいくんすね。めちゃくちゃ弱いとかそういうのはないけど、まあまあって感じだよね。まあ。
ボム重ね掛けして再強化されん強化されんかったな。ボム、でもラグビーミッキーみたいに生成してなんとかみたいならまだ強かったかなぁと思うけど、弱くはないけど、まあ、強くもないかなって感じですね。今このボムをいかにどう使いこなせるかなんだろうけど、見出せないな。全部縦ボムだったらね、なんかあるんでしょうけど。そうか、そうか、そうか。あ、もうワンプレイやってみましょうか。ボム下に来るのもさ、結局さ、まあ、横消去、縦消去はいいんだろうけど、クロス消去意味ないもんな。クロス消去意味なくなってるもんな。うおー、タイボム2個でけ。で、これでボムが生成してくれたら強いんだけど、そんなことはないんで。でもこれもうひたすらやっぱスキル回すしかないと思うんですよね。はい、さあどこまで伸ばせるか。こういうのもさ、ツム動いてくれたらね、消去数がまだ、まだねっていうところはあるんだけど、ここ、こういうところの隙間がさ、なくなるんで。おお。モロタでいくぞ。あ、トロカありがとうございます。1位。これはもうデイジーに期待するしかないかな。やべえ、さっきより低いかもしれん。いやー、まあ、やっぱあとスキルが重すぎるってのもあるけどな。やっぱボム作って特殊ボムたくさん作ったとて別にスキル回るわけじゃないし。下がっちゃった。うん、って感じですね。